ル。ゴーカーチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回はアウディの A5 シリーズをお送りいたします。このアウディの A5 という車はですね、2007年の3月にジュネーブのモーターショーでデビューしました。当時一番最初に出てきたのは2ドアのクーペモデルだったわけですけれども、その後にですねスポーツバック、それからカブリオレ、オープンモデルですね、この形態が出てまいりまして、 A5 シリーズとしては合計で3つのボディデザインがあるというふうにお考えいただきたいんですが、まず今ここでご紹介したいのはクーペモデルのお話をしたいと思います。でこのアウディ A5 のクーペですけれども、ベースとしてはアウディの A4 というセダンがありますけれども、これは先代と同じように A4 のセダンをベースにですね、2ドアクーペを作ったというふうにお考えいただければと思います。でこのゴーカーチャンネルでももう A4 はご紹介いたしましたし、エンジンですとか最新の安全システム、このあたりは A4 と同じものが使われているというふうにお考えいただいていいと思います。で今ここに置いてある車はクワトロモデル、クーペに関してはこのクワトロモデルなんですけれども、ちょっとエンジンを見ていただきましょう。直列4気筒の2リッターのターボエンジンが搭載されています。はい、このアウディの A4、A5 はですね、縦置きにエンジンが置いてあるわけですが、直列4気筒の2リッターのターボエンジンです。最高出力は252馬力を発生するという、大変、ハイパワーな1台ですね。でそれに、この組み合わされる駆動方式はですね、クワトロ4輪駆動が組み合わされていると、こういうわけです。で今回、この後ですね、市場ではスポーツバッグを試乗する予定ですけれども、こちらのスポーツバッグには今回初めて前輪駆動モデルも新たに追加されたのがトピックだと思います。このクーペとカブリオレに関してはクワトロのみの設定というふうになっております。組み合わされるトランスミッションはこれもですね、もうアウディが得意としております7速のエストロニックというデュアルクラッチトランスミッションですね、これが採用されています。でもこのクーペモデルに関してはもう見ていただいたこのデザインの流麗さ、優雅さ、こういったところがもう何よりもの特徴です。デザインが第一というのがこの A5 の特徴だと思います。この後実際に後席空間はどんなものなのか、それからトランクルーム、こういう流麗な車ですけれども実用性はどうなのかというご紹介をしてまいります。はい、アウディの A5 のクーペですけれども、実際今度後席に座ってみたいと思います。まずクーペの車というのはどうしてもですね、この流麗なデザイン、それから後席の乗降性のことを考えましてドアの長さが長くなってしまいます。ですからちょっと狭いところではドアの開口角がですねどうしても小さくなってしまうというデメリットがあるんですが、それはもうクーペはみんなそうですから、素敵なデザインとこうトレードオフでですね、ちょっとそういった不便点はあるというふうに お考えください。で後席に乗るときにはここのショルダー部分にあるレバーを倒しまして、これを軽く1回押しますとパワーシートがで、全自動で前の方に行きます。では実際に乗ってみましょう。やっぱりですねこう乗り降りは、やっぱり2ドアクーペの車はそんなによくはないですけど、2ドアクーペの中ではしやすい方かなというふうに思います。で、大体ですねこれぐらい、もうちょっと後ろですかね、これぐらいの空間になりますね。思いのほかすんなり乗れるというのが意外なポイントです。さらにこういう流麗なデザインでありながら、実はこの後ろの席に座ってですね、ルーフが軽く私髪の毛が触りますけれども、すごくこう不快な印象ではないというのも意外にクーペなのにいいなと思えるところですし、なんとアームレストまでついてくる。で左側のこの真ん中のセンターアームレストとこちらの、右側のドアの内回りの方にもあるですねアームレストの高さがちょうど合っておりまして、意外にこう後席でも快適にくつろげるのが、
クーペの割にはなかなか面白くていいところだなというふうに感じます。で、さらに、後席用のエアコンもこれ、ついていますね。このあたりもなかなか後席で快適に座れる仕掛けとしてよく考えられているなというふうに感じますね。まあこれで長時間別に乗ろうともや全然乗れるなというのが正直なところです。乗り降りの際には多少不便ですけれども、一回乗ってしまえばそこまで、こう狭くて嫌だなという印象は、ないなというふうに感じます。はい、アウディの A5 クーペ、トランクルームをご覧いただきたいと思います。まあ、こういうですね、流麗なスタイリングのクーペですけれども、実用性はどうなのかということで、見ようと思うんですが、はい、まあ、今ご覧のようにですね、中にダンパーが入っていて、トランクリードがこう自動的に開くというのも、とても便利なポイントですし、またこのリッドがですね、開いた時にこうブルブルぶらつかないような作りになっているのも、なかなか高級感を感じさせる印象だと思います。で、実際まあ見ていただきますと、まあ十分、日常使いにはやっぱり十分な広さ感かなというふうに感じると思いますね。なかなか実用性は高いなというふうに思います。で、まあ、ここにこういったものがあるんですが、ここにですね、スーパーの袋などをかけておけば、物があっちやこっち飛ぶようなこともないというのも嬉しいポイントです。で、これがですね、今真ん中だけ倒しましたけれども、センタースルー、例えば両側に、後席の左右にですね、2人が座った状態で真ん中を貫通させれば、これはセンタートランクスルーにもなります。で、もっと倒したいなという場合は、こちらここに関しては実は、その自動的に倒れる機能はないんですけれども、まあ、外してですね、まあ、傘などで、やるのがいいかもしれませんが、ロックはここで外して、あとは、後ろは手で倒していただくと、こういった仕掛けになっています。で、ここに、三角表示板がですね、うまく収納できるようになっているっていうのもいいポイントだと思います。三角表示板がですね、ここの下などによく収納できる車もありますけれども、それこそここにですね、荷物がたくさんある状態で三角表示板がいるっていう時には、この荷物を一回全部出さなきゃいけないっていう大変なことが起きる可能性があるわけですけれども、荷物が満載されていてもですね、ここにあるということで、これも嬉しいポイントだと思います。この車で、まあ、本当に長距離ドライブもしくは旅行に行ってですね、十分お土産もいっぱい買って帰ってこれるという能力があると思います。はい、車の豆知識のお伝えする車豆のコーナーですけれども、今日は私の両側に BMW が置いてあります。こちらが BMW の1シリーズです。で、こっちが BMW の X1。で、まずちょっとこちら1シリーズの方をご覧いただきたいんですけれども、こちらの前の方に来ていただきたいんですが、実はこの1シリーズっていうのは後輪駆動を採用しているんですね。で、後輪駆動の車っていうのはエンジンが縦置きになっています。縦に乗っかって、まあ、この車の場合は3気筒なものですから、あまりちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、とりあえずエンジンは縦に置いてますから、どうしても前後方向が長くなってしまうんですね。で、今度こちらの X1、 これ新しい X1 なんですが、本当は旧型の X1 と比較したかったんですけれども、たまたまちょっと近くになかったので、ちょっと1シリーズで今は話をしていますが、前輪駆動になりました。で、前輪駆動になりますとエンジンが横になっています。ですから横の幅は広がりますけれども、縦の長さは短くなりますということで、このボンネットの長さが随分、この前輪駆動ベースになると短くなるんですね。全長が、まあ、同じ長さだったとしたら、自然にボンネットが短くなるわけですから、インテリア、それから荷室空間が広くなると、そういったことから、この BMW の X1 の新型っていうのは、室内空間が広くなったんですね。実際にその機械的な構造が違うことで、それいう室内空間のあり方が違うということも一つ、しておきたい、しておいていただきたい、ポイントです。